ついにやっちゃいました。サイドミラーがメッキに大変身。これはイケてるのか。私たちは洗車好き夫婦。なんとこれメッキ被膜形成剤をバフにつけて磨いただけでメッキになっちゃうの。専用のバフがあるからそっちを使った方がもっと綺麗になるって。スポンジに水をつけて軽くこすると表面の油分の曇りが取れてピッカピカ。でもまだ表面が弱いから注意してね。そしたら12時間以上乾燥させてコート剤を塗っていったよ。本当はヘラがいいんだって。我が家はなかったからスポンジでやってみたよ。2時間乾燥させたら出来上がり。今回トライした製品はミスタルプロセスのメッキ被膜形成セット。これ一つでソイドミラーとフロントグリルがメッキにできたよ。